太陽光達はアメリカ合衆国の SF 作家、エドモンド・ハミルトンによる SF 短編集である。人類を含む多数の異星人種族で構成される星官パトロールが活躍する5つの短編が収録されている。書出はウィアードテイルズ l e 九1 9十8年8月号。日本では SF マガジン z 九百六1966年10月号に掲載。 太陽系惑星連合の最高評議会にジャントールが出席を求められた。彼は太陽系巡視船の船長である。会議が始まると議長が言った。アルトとして知られている赤色巨星が太陽系に向かって毎秒数万マイルの速度で近づいてきている。このままで行けば一年後には数百億マイルも離れてすれ違う予定だった。だが8週間前からアルトの進路が変わり、 まっすぐ我々の太陽に向かってきている。二つの太陽がぶつかれば惑星などは燃え尽きてしまうと。だが幸いなことに3年間にわたって研究していた推進原理を応用し高速と等しい速度を出せる新型宇宙船が完成したのでその船にトールと乗員が乗り組んであるとを調査してほしいというのだった。新型宇宙船には 高速推進の理論を完成させた科学者サートセンも同乗し40日間の航行の後にアルトに到着した。この赤色巨星の周りを13個の惑星が交点していて一行は最も内側の惑星に向かった。そこには都市がありその上空に達した時に白い光線が宇宙船に向かってきて不意に船は落下し始めた。サートセンが叫んだ。あの光線には 吸引力がある。墜落した船と一行は異星人に捕らえられた。その異星人は直径1ヤードほどの球体の体に長さ12インチほどの2本の腕と6本の足を持っていた。球体人はサート線と筆談で対話した。線は自分たちがシリウスから来たと誤魔化しておいた。対話によって球体人の歴史とこれからの計画を知った。 それらはアルトが若い恒星で、豊富な光と熱を与えてくれる時代に、一番遠い惑星に生まれ文明を築いた。やがてアルトが年老いて冷えてくるに従い、順番に内側の温暖な惑星に移住したが、ついに一番内側の惑星に住むことになった。これ以上アルトが冷えれば、それらは滅亡する。将来、我が太陽の近くを通過することが分かったので、アルトの進路を変えて、 ぶつけようとしていたのだ。二つの太陽が合体すれば、新しい若い太陽が誕生して、光と熱を供給してくれるので、それらは遠い惑星に移住して安泰に暮らすという計画であった。旧大人の目を盗んで脱走した一行は、墜落していた宇宙船で離陸した。船は構造が頑丈だったので、消破していても高校に支障はなかった。 太陽系に帰還した一行は最高評議会に報告した。すべての惑星の生産能力を注いで大量の高速宇宙船が建造された。アルトに向かい球体人の野望を打ち砕くためである。しかし、球員高線で捕獲したトールの宇宙船を研究した球体人たちも同等の性能を持った船を建造して待ち構えていたのだ。書室は ウィアード・テールズ市1929年2月号。日本では SF マガジン1967年に1月号に掲載。太陽系は銀河連邦の一員となり、連邦艦隊へ完成を発見していた。艦長ランララクは高速の80倍もの速度で航行する船の中で考えていた。連邦艦隊から呼び戻され、海洋性にある。 天文情報調査局へ出頭を命じられたわけを。調査局に着いた彼は局長フルスホルから驚くべき話を聞かされた。銀河系の外の宇宙空間に巨大な暗黒星が発見されたというのだ。背後の銀河の光を遮った時に発見されたらしい。その星はアンタレスやベテルギウスよりも大きく銀河系の縁をかすめるだけだったが、この2週間のうちに軌道を変えて、 太陽系のそばを通過することも明らかになったらしい。局長は話を続けた。そこでこの星を調査するために50隻からなる恒星船団を組織したので、その護衛をしてほしいと。出発して1日後に宇宙空間の渦巻きによって4隻を失ったが、彼らは進み続けて6日で暗黒星に到着した。そこは放射性物質が微光を発し、空気があり、都市もあった。 そして、一軍の円錐系飛行船が舞い上がり、エーテル爆弾で攻撃してきた。戦闘力があるのは、堕落の艦だけなので、一方的に戦断を失い、一隻だけが必死に逃げようとしていた。堕落艦も後部に被弾して不時着したが、損害は警備だった。艦を隠してから、堕落を含む4人が徒歩で都市へ偵察に向かった。そこには、底面の直径が数フィート、 高さ3フィートの円錐型の体に、底面から一段ースもの触手の生えた生物がいた。一行は、円錐船に見つかりエーテル爆弾で攻撃され、触手人の一段に襲われた。頭を打ったララクが気がついた時、10週間が経過していた。4人のうち1人は、生体解剖されたが、他の乗組員が触手人とコミュニケーションを確立し、それらの歴史と計画を知っていた。 それらは、この孤独な恒星を回る惑星の一つに文明を築いた。恒星が年老いて冷えると、一個の惑星を投入して、燃え上がらせた。これを繰り返して生き延びてきたが、恒星が燃え尽きて暗黒星になった時、その表面に移住した。やがて我が太陽に接近することがわかると、暗黒星の軌道を変えて、太陽のすぐそばを通過するようにし、重力で捉えて、 暗黒星の周りを好転させようというのだ。そのための重力集中装置を守るため、常に塩水船がパトロールしているのだと。一行は脱出を決行し、隠してある館に向かった。初出は、ビアードテイルズ市1929年5月号、カノープスにある銀河連邦評議会の会場に、銀河系内の知的種族選手の代表者が集まった。議長が話し始めた。 オリオン大星雲として知られている高温のガス雲が数週間前から海底を始めた。その速度は日ごとに速くなっており、あと2週間ほどで四方に飛散することになる。高温のガスが散らばれば惑星は焼かれ、恒星はガスの塊となってしまう。この成分が回転する原因を探らなければならない。幸いなことに、 太陽コロナを研究するために建造中の宇宙船があり、これは数千度の高温にも耐えることができる。船は小型なので3人の乗員しか乗せられない。これから過去の業績や宇宙高校の経験が豊富なその3人を選定する。議長の声が響いた。アークトゥルスのサーさん、カペラのジョーダハット、太陽828のカーガル。3人の乗った 宇宙船は10日余りの航行の後にオリオン大星雲に到着した。高温の表面に沿って調査していたところ、突然ガスの炎が伸びてきて船を内部に引きずり込んだ。エンジンを全開にしても脱出できず、星雲の内部に出た。そこは空洞になっていて、中心には巨大な惑星があった。惑星の表面は黒い金属に覆われていて、 一つだけある縦孔からは白い光が出ていた。縦孔の調査に向かった船は光に当たるとエンジンが停止し、縦孔の底に不時着した。そこには生き物がいた。不定形で数フィートの大きさがあり、義足で移動する星雲人だった。それらに捕らえられた一行は波の星雲人の5倍は大きな体を持った星雲王とあった。星雲王は 城と機械で接続し、お互いの思想を交換した。急に城は暴れ出し王に襲いかかったが、衛兵に阻止された。その理由は、星雲王の野望を知ったからである。この惑星が星雲の内部に誕生し、生命が芽生えて文明を持った。周りの星雲からの熱によって惑星は快適だった。長い年月が過ぎるうちに、 星雲が収縮し始めて惑星に接近してきた。その熱を遮るため、星雲人たちは惑星の表面を金属で覆い、地下に移住した。だが、また年月が経つうちに星雲がだんだん接近してきて、熱によって温度が上がってきた。そこで巨大惑星の自転エネルギーを、星雲に伝える力線を当てて、星雲を回転させていたのである。 あの縦孔から出ていた光が力戦だったのだ。三人は深さ25フィートほどの滑らかな金属で作られた縦孔に監禁された。はしごもロープもなく脱出は無理かと思われたが、三人が手足をいっぱいに伸ばして人間ピラミッドを作って逃げ出した。回転を止めるために残された時間はあと一時間余りだ。初出は ウィアード・テイルズ史1930年2月号銀河系の外縁に星間パトロールの艦艇が千隻も集合していた。これは外宇宙空間に巨大な彗星が発見され、それが銀河系に向かってきているからである。彗星が銀河系の内部に飛び込んでくれば、そのコマが持つ電気エネルギーによって天体たちを破壊するだろう。これらの艦艇の任務は彗星の核を発見し、 それに力線を放射して、コースを変えて、水星を銀河系の外へ送り出すことであった。水星に向かった艦隊は、9日間の超高速、航行の後にその姿を肉眼で捉えていた。核への侵入口を探すうちに、水星の前方を航行する立方船の群れを発見した。それらは100隻余りもあり、一辺の大きさが数千フィートもある巨大なものだった。 立方船の群れは銀河艦隊に向かってきて、両者の間で戦闘が交わされた。やがて数に劣る立方船は逃げ出した。それらは水星の尾が吹き出す方向に向かい、U ターンして尾の中に入ると尾の中を遡って角に近づいていく。それを追撃する銀河艦隊は、駒の間の狭い通路を通過するときに、かなりの艦を相互の衝突で失った。 やがて広い空間に飛び出した。水星の中心には円盤状の巨大天体があり、その周りを一ス水上の小型の天体が好転していた。その天体からは新たな立方線の群れが上昇してきた。その数は数万隻はあり、銀河艦隊に襲いかかってきた。仲間の艦の中には巨大天体に不時着するものもある。圧倒的な戦力の差もあって、 銀河艦隊はわずか六隻を残すだけになった。脱出しようとしたが、駒の出口は立方線で塞がれていた。やむなく生き残った艦艇は、商店隊の一つにある山岳地帯の巨大な割れ目に隠れた。彼らを探していた立方船の一団が近くに着陸した。立方船線から現れたのは液体生物だった。それらは一箇所に集まると一つに混じり合った。 水星人は、こうして会話していたのである。やがて周りが暗くなり、遠くからドラを鳴らす音が聞こえてきた。水星人は、人工的に昼夜を作り出していた。この機会に乗じて、一行は不時着した仲間を探すため、巨大天体に向けて出発した。書室は、ビアードテイルズ市1930年11月号銀河系の中央に横たわり、 直径数十億マイルもの広さを持つ暗黒星雲がある。この中では光の振動が全くなく完全な暗黒であった。数年前にデネブ人科学者と女子たちの乗った宇宙船が探検のために突入したが帰ってこなかった。最近、この暗黒星雲の周辺で立て続けに宇宙船の消失事件が発生していた。はじめは、 数百隻の船が強力な力に惹かれて、この中に引きずり込まれた。青艦パトロールの巡視船20隻余りが現場に急行したが、遭難船の姿はなく、信号も途絶えて手がかりは全く残っていなかった。次には1000隻もの宇宙船が同じように星雲に飲み込まれた。再び青艦パトロールの一個中隊が現場を捜索したが、今度も手がかりはなかった。 二日間の捜索でも変わったことがなかったので、付近の通行止めを解除した。すると三度目の事件が起こり、また戦績もの宇宙船が失われた。事件の原因を究明して、通行止めを解除しなければ、聖艦貿易は半身不遂になってしまう。優秀な三人のパトロール隊員が選ばれ、乗組員と共に暗黒成分を調査することになった。彼らの船は、 星雲の周囲を探査したが、何も異常はなかった。すると、突然の衝撃があり、船は星雲に引きずり込まれた。エンジンを全開にしてもこうすることができず、船はだんだんと落ちていく。やがて船内のすべての明かりが消えた。そして、船外からは、空気中を飛ぶ時のような音が聞こえてくる。引っ張る力が止まると同時に、他の宇宙船が節限するような音が聞こえてきた。 エアロックから侵入した何者かは笛のような声を発して暗闇の中でも行動できるようだった。パトロールの一行は捉らえられ、船はどこかに着陸した。そこは惑星だった。連行される一行の一人が逃げ出した。暗闇の中を手探りで進み暗黒生物とぶつかっては格闘しながら彼は広くて静かな場所に出た。そこにあったものは手で触れてもわかる。 銀河系の宇宙船の群れだった。その後で彼は何者かとぶつかったが、それは銀河系言語で話すではないか。それは数年前に行方不明となっていたデネブ人科学者だった。彼も暗黒生物に捉らえられ、情報を提供させられたという。ありがとうございます。